讐、報復、仕返し、一般的に法治国家においてはタブーとされているこれらの行為。しかし1981年のドイツで一人の母が成し遂げた復讐は、戦後のドイツ史における最も壮大な正義の事件とされ、今なお語り継がれています。裁判中、法廷で突然銃を発砲した女は、被告人席に座る犯人の男に向け背後から8発の弾丸を撃ち込みました。顔を撃ってやりたかったんです。残念ながら背中に当たってしまった。女はその場でそう言い残したと言います。女を復讐へと駆り立てた原因は何だったのか。今日はドイツで起こった法廷での復讐劇、マリアンネ・バハマイヤー事件にグロファイリングだ。眠れなくなっても知らないぜ。グロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか、多くのグロファイラーたちによって支えられています。さて、今日は1981年に発生したドイツで最も有名な復讐劇です。先日メンバーシップ限定動画で公開しました私ギロのサイコパス判定テストの結果があまりにも普通すぎて、若干失望気味のグロファイラーもいるかと思います。頑張って今後はサイコパスっぽくしていきたいと思います。現在のドイツがまだ西と東に分かれていた頃に起きたこの事件は、ドイツ国内だけでなく世界中で賛否両論の議論を巻き起こしました。被害者遺族による復讐、今日の動画を見ているグロファイラーの中にはこの事件に関してはよくやったとガッツポーズする方も出るかと思います。グロファイラーのみんなはこの復讐劇についてどう思いますか？その賛否をぜひコメント欄に書き込んでみてください。ついでにグッドボタンとチャンネル登録も忘れずにお願いします。夏を快適に過ごすグロファイリング T シャツも引き続き販売中です。それでは行ってみましょう。事の発端は1980年5月5日に起こった出来事でした。おそらく母マリアンネが生涯後悔し続けたであろうある朝の出来事。この日マリアンネの娘である7歳のアンナは登校前に母と口論をし、家を飛び出し、そのまま学校へは行かず近所をぶらついていました。23歳の頃にアンナを産んだマリアンネはそれまでに2人の娘を出産していましたが、当時まだ若かった彼女は2人の子供を養子に出したため、実質的にはアンナがマリアンネの一人娘のようなものでした。女で一つでアンナを育ててきたマリアンネの懐は決して豊かではありませんでしたが、それでも彼女は可愛い娘の成長を見守り日々を過ごしていました。この日の朝の口論が親子の最後の会話になることも知らずに、家を出た後のアンナの足取りは不明ですが、目的もなくふらふらと近所をぶらつくアンナの姿はある男によって捉えられていました。ほどなくして彼女はその男に声をかけられます。アンナの家の近くに住むクラウス・グラボウスキーという35歳の男、肉屋で働く小太りで剥げ上がったこの男は実は札付きの性犯罪者だったのです。なぜですね、性犯罪者はこうも普通に街中をうろうろしているんでしょうか。そして彼らの異常に高い再犯率、それは 40% を超えるともされています。そんな高確率で再犯するような輩への対策は、韓国では GPS 付きの足輪をつけるというものがあります。これはここら辺に出てますチョ・ドゥスン事件でもやりましたね。ただ日本ではお得意の加害者たちの人権的な見地からそういった対応をすることはおそらく不可能でしょう。事件当時の1980年代のドイツでも性犯罪者に対する一定の足かせはありました。それが去勢手術です。性犯罪者に対する去勢手術はドイツだけでなくデンマーク、スウェーデンスウェーデンなどヨーロッパの一部の地域で制度化されていて、アメリカでもいくつかの州では認められています。もっともそこには常に人権意識と隣り合わせの議論があるのも事実です。そしてグラボウスキーも1970年と75年に幼児に対するいたずらにより逮捕され、その時にこの去勢手術を受けていたのです。しかしグラボウスキーが去勢手術を受けていたのなら、なぜ彼は犯行に及んだのでしょうか。そう、実は彼は去勢手術後男性ホルモン注射を隠れて打つことにより去勢手術の効果を薄め性欲を回復していたのです。性犯罪者たちの人権、それは何なのでしょうか。一度は性犯罪を犯してしまったけれど、性犯罪者にも更生して真っ当に生きる権利があると考えるのが彼らの人権なのでしょう。しかし他方、被害者はその犯罪によって一生消えない傷を負っているわけです。なかったことにはできない。深い傷を負っているのは加害者ではなく被害者の方です。ですので加害者にも同じように一生消えない何らかの傷を負ってもらわないと話の辻褄が合いません。なので性犯罪者に対して去勢手術をすることや公の監視下に彼らを置くことは、私個人としては全然ありだと思います。
多くの性犯罪者たちは再犯を犯すわけですから。あとですね、去勢手術をすれば 99% の男性は性欲をその時点で喪失するらしいですけれども、 1% の人間はごく稀にそのまま性衝動が残るみたいです。そして最悪なことに、グラボウスキーはそのごく稀な 1% だったわけです。一人でいるアンナに、家に来て猫と遊ぼうと声をかけたグラボウスキーはアンナを自宅で数時間拘束します。グラボウスキーは後の供述で性的暴行については否定しましたが、その真相は不明です。そしてグラボウスキーはアンナを絞殺しました。その日の夜にはグラボウスキーは婚約者からの通報によりすぐに逮捕されますが、ここでグラボウスキーは到底信じられない嘘のような供述をし始めるのです。グラボウスキーは自分がアンナを殺害したのは彼女が自分のことを騙し脅迫してきたからだと言い始めたのです。お金をくれないと私に乱暴を働いたとお母さんと警察に言うわよと。つまり本当は乱暴などしていないにもかかわらず、アンナにはめられそうになったから自分の身を守ろうとしてアンナを殺害してしまった。それがグラボウスキーの供述でした。控えめに言っても震えるほどの怒りを感じるグラボウスキーの供述。この供述を聞いた母マリアンネは一体どんな思いだったのでしょうか。さらにグラボウスキーの弁護団は、グラボウスキーは去勢後に行ったホルモン注射の影響でホルモンバランスを崩し錯乱状態にあったと主張しました。最愛の娘を突然奪われ、許し難い供述を続けるグラボウスキーにもはや司法の裁きは不要でした。マリアンネは娘の名誉を守り復讐を遂げるために銃を調達し、それを密かにハンドバッグに忍ばせました。1981年3月6日、アンナの死から10ヶ月後、マリアンネ・バハマイヤーは拳銃を忍ばせたハンドバッグを携え、リューベック地方裁判所に向かいました。公判が始まると、マリアンネは被告人席にいるグラボウスキーに近づき、一瞬の隙に弾倉が空になるまで8回引き金を引き続けました。発砲された8発の弾丸のうち、6発がグラボウスキーの背中に命中。グラボウスキーは即死でした。現場にいた2人の警察官は、マリアンネが犯行後、グラボウスキーに向けて、豚と叫ぶのを聞いたと言います。復讐を遂げたマリアンネは静かに銃をその場に捨て、両手を上げました。マリアンネが行ったことは、放置結果では間違っています。罪に問われることです。マリアンネの行動を正当化するつもりはありませんが、それは彼女の中での正義の実現でした。幼い娘が変態男の犠牲になったから、その男に復讐した。おそらく多くの親はこんな場合、地の果てまで犯人を追いかけて復讐を遂げたいと考えるはずです。マリアンネはそれを実際に行っただけです。事件後、マリアンネの行動はテレビでも大きく取り上げられ、多くの国民が彼女に理解を示しました。しかしマスコミというものはいつの時代も万国共通で、荒探しが得意なのも事実です。マスコミによってマリアンネの行動が大々的に報じられるにつれ、次第に彼女の素性に注目が集まるようになります。まだドイツ西部が西ドイツと呼ばれていたこの時代、女性は専業主婦が多く、夜バーで働くマリアンネをマスコミは性に奔放な若いシングルマザーとして描き始めたのです。マリアンネが過去に2人の子供を養子に出していること、マリアンネがバーで働いていること、そしてマリアンネ自身も過去に性的暴行を受けていたこと、マリアンネは性的暴行の被害者だったのです。16歳の頃に当時のボーイフレンドとの間に女の子を出産したマリアンネは、その出産後近所に住む男から性的暴行を受け裁判を行っていました。しかし男に裁判で下された懲役1年半という判決は到底マリアンネを納得させるものではありませんでした。この頃からマリアンネは司法制度に対しての強い怒りと不信感を感じていたのかもしれません。マリアンネの素性をマスコミが騒ぎ立てると、彼女の行動を批判する声も上がりましたが、それでもマリアンネを擁護する声は多く、彼女を支援する団体には10万マルクが寄付され、それは裁判費用に充てられました。1982年11月2日、殺人罪で起訴されたマリアンネ・バハマイヤーは4ヶ月の裁判の末、過失致死罪で有罪判決を受け、6年の禁錮刑を命じられました。1985年6月、マリアンネ収監から3年後、刑期の半分である3年を終えて、マリアンネは早期出所しました。その後マリアンネはドイツを離れ、1999年までナイジェリアに留まり、その後シチリアで暮らし、1996年に膵臓がんになったことをきっかけとしてドイツに戻り、46歳の若さで死亡しました。マリアンネ・バハマイヤーの亡骸はドイツのリューベック墓地にある娘のアンナの墓の隣に埋葬されたといいます。